右側から見た、眼球、1イコール総剣林2イコール上直近腱3、イコール下直近4イコール、内側直近5イコール外、直近6イコール上車筋7イコール上車筋滑車、8イコール下車筋9イコール上眼剣巨筋10、イコールまぶた11イコール眼球12、イコール視神経外眼筋及び内眼筋の MRI 操作画像監視によって引き出した人間の、 内側直筋外眼筋とは眼球の向きを変える筋肉の総称である。別名、眼球移動筋。外眼筋に含まれる6つの筋肉と、それぞれが収縮した時に眼球が動く向きを表に示す。なお解剖学における方向の表現に注意されたい。眼球の向きを変える運動は、どれか一つの筋肉が単独で収縮するのではなく、 ほとんどの場合は6つの協調によってなされる。6つの筋肉はいずれも目動脈の枝で栄養される。下斜筋以外の5つは、視神経が眼下先端部に出るところを取り巻く、双剣輪から起死して6つとも眼球表面の胸膜に停止する。上直筋、下直筋、内側直筋、下斜筋は動眼神経が支配する。上斜筋は、滑斜神経、外側直筋は、 外転神経が支配する。動眼神経支配の上眼鏡虚筋を外眼筋に含めることもある。支配神経のいずれかが麻痺すると眼球運動が障害され、副死などの症状が現れる。外転神経麻痺による外側直筋麻痺は頭蓋内圧更新の症状として現れることが多い。動眼神経麻痺は内形動脈と全交通動脈が分岐する部分の 動脈瘤を強く示唆する。眼球運動障害はいずれも脳の障害、神経変性疾患、重症筋無力症などを示唆するので、診断価値が大きい。また、外眼筋の麻痺により眼球突出を呈することもあり、これは頭蓋形成の先天異常、以上、バセドウ病のほかでは内形動脈界面状脈道路を示唆する。ありがとうございます。